俺がいた方向を探してる。よっ、違う、よいしょ、オッケー、いいねー。ストーリーモードみたいな緊張感ありますね。オッケー。緊急で動画の方回します。どうも、神谷ゆきです。ということで、今回はですね、こちらのソープのめちゃくちゃかっこいい潜入スキンを使ってですね、サイレンサーハンドガン縛りでプレイをしていきたいと思います。今回使っていくのはこちら、P890 のハンドガンと、途中で出てくるんですが、X12 のこちらのサイレンサー付きのカスタム。そして、タクティカルは心拍センサー、リーサルは投げナイフ。敵にバレずに静かに倒せるということで、こちらはまあ、欠かさず持っていきたいアイテムの一つです。皆さんがね、ステルスプレイするのにもめちゃくちゃとっておきのアイテムとなってます。そして、リーコンドローンで心拍センサーと合わせて、敵のプレイヤーの位置を探していこうと思ってます。スキンはこちら、ソープのおなじみのスキン。これめちゃくちゃかっこいいですよね。今回ね、僕こちらのスキンを使ってですね、バレないようにステルスプレイをしていきたいと思います。サイレンサー付きのハンドガンでやっていく DMZ プレイ、 NPC にもバレないようにプレイしていく姿を皆さん見てってください。ということで、やっていきましょう。ゲーム画面へレッツゴー。はい、ということで、アルマザラシティにやってまいりました。まあ、アルマザラシティの真横なんで、こっからね、まずはトリプルクリアのロハンオイルと、アルマザラシティとタラクビレッジの要塞確保していきたいんで、まあ、近くだとここかな？ここの要塞行きましょうか。ということで、持ってきたのはこちら。こちらのハンドガンを使ってね、サイレンサー付きです。やっていきたいと思います。ちなみに連射力高くするアタッチメントつけてるんで、かなりね、ハンドガンの方では、まあ、射撃頻度、早い方かなと思います。お、いたね。オッケー。いいね。やっぱ、ステルスキルっていうのはね、気持ちいいですよね。今回ちょっとプレイヤーバーサスもそうですけど、どっちかというとね、NPC にもステルスでね、プレイしていけたら、なんかゲームとして面白いんじゃないかなと思いまして、ガツガツ行くプレイというよりかは、ヘッドショットをうまく狙っていって、まあ、倒していく。そういったプレイングでやっていきたいと思います。おっと。危ねえ。今バレたのか？これどっちだ？じゃあ爆弾をね、解除していきましょう。結構スローテンポなバトルとなりそうだけど、ちょっと待って、いきなりやばい、いきなりやばい、ちょっと待って、ステルスと関係ない敵来てるって。できる限りね、できる限り NPC にもバレないよ。要塞は許してくれ。要塞だけはどうにもこうにもいかない。お、いいね、ステルスゲームみたいになってるぞ。ちゃんと俺の姿に感づいて、俺がいた方向を探してる。よっ、違う、よいしょ、オッケー、いいねー。ストーリーモードみたいな緊張感ありますね。オッケー。いつもはぶっ倒される敵たちも、今宵はかなり強いステルスの敵として登場してもらおう。あれ、いないな、意外といないぞ。バレてない、これ。この距離感バレてないの？嘘でしょ？バレてなかったっぽいわ。あ、来た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 。OK。ワンダウン。もう一人来た。いいね。問題はお金を集める方法が、レアアイテムを引くしかないというところだね。だから、DMZ のよりゲーム機とか、そういうアイテムを入手するのが、すごく有効になる気がする。あ、あれ、あれだ。ターゲットだ。HVT だ、あれ。ちょ、HVT 後ろからキルしたくない？スナイパーとかも持ってこれたらよかったけど、今日は、いたぞ。まずい。あぶねえ、こっち見てた。振り返ってましたね。ということは、こっちから行けば、ちょうど後ろ取れるんじゃないか？いいね。よし！オッケー、オッケー。あくまでも、索敵中だね。うん、探されてるだけだ。ヘッド出してほしい。
ただこれ撃ったらさ、右に敵いるんだよな、 UAV の動き的に。 OK、 あともう一人歩くか。ここにいるらしいんだが見えないぞ。どういうことだ。おお、びっくりした、その裏にいたのか。あとはこいつ。 OK、先に進もう。入ってみるか。いた。まだバレてない。いやー待って、KV ブロードサイド来てる。え、バレてる？いや、目の前にいるんだけど。いや、いるいるいる。今、階段の上にいる。なんで俺バレてないんだ、これ逆に。あ、どっか行ったな。自己層売ってる？売ってないね。え、待って！いたー！ UAV タワーのところにはいないな。いたぞ。一人かな？一人っぽそう。まさか後ろね、追いかけられてるって思わないでしょ。いる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 。気づかれてない。まだ気づかれてないぞ。いや、いけるいけるいける。あとは血王だけ。いやー、いかった。どう、これ音鳴るんだよな、これ使うと。ちょっと道変えます。別のところから行くしかね。あ、ごめん、待って、 UV タワー起動すんじゃない、これ。今行けば倒せる気がする。はい、間に合わない。よし、オッケー。おお、待って、待って待って、プレイヤーいる。よっしゃ、オッケー。かっけー。上にいるな、これ。エアストライクが来る。オッケー。あ、もう一回来るわ。おお、オッケー、オッケー、倒したー。俺倒してー。上にいる。あぶね、あぶねー。いやー、まあ足りなくなってきたー。ここ登る場所なかったっけな。あったあったあった。オッケー、二人。あー、マジか、マジか。二人いるね。もうちょっと近くかないと倒せないな。ここからステルスでいきます。いや、もうちょっと近づける。まだ？また？まずい。ああ！え、待って。嘘。嘘でしょ？あ、オッケー。違う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 。違う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 。違う違う、勝ちたかった方法そうじゃない。お、ハンドガン入ってるじゃないですか。
おお、サイレンサー付きだ。おい、趣味一緒じゃん、俺と。俺は強くなった。一つ目のサイレンサー付きハンドガンと、そして二つ目のサイレンサーハンドガン。これで強くなったぜ。行こう。こっち強いかも。めちゃくちゃ強いぞ、こっち。実質アキンボ。完全、ジャパネット、某ジャパネットさんみたいな。実質二刀流。この先にプレイヤーいますね。赤点がついてる。倒しに行こう。リロードがね、厳しかったから。真正面から詰めるの、ちょっと怖いな。はい、やっべ、いた。オッケー。一人は倒した。いやー、これありがたい。このさ、戦闘ヘリって敵のプレイヤーの位置を教えてくれるんですよ。めちゃくちゃありがたい。おっと、待った？これ、脱出しようとしてる。待つか。さあ、ドローンで。場所を探そう。どれだろう。俺は NPC。いや、わからんな。とりあえず、ここら辺に置いとくか。近くにプレイヤーいるのか？バレそうだ。一回、移動するぜ。もうそろそろ残り2分。脱出もしたいはずなんだけど、こっちだ。やべえ、目の前にいる。オッケー。一人切る。二人切る。もう一人は向こう側にいたね。こっちの方に逃げてったね。追っていきましょうか。移動先こっちだ。ん？なんだこれ。何してんだお前。どうしたお前。やばい。聞い取れたらこっちに移動してる。行くぜ行くぜ。いたいたいた。あれか。移動してるね。めちゃくちゃ近い。隣にいる。オッケー。オッケー。倒していきました。じゃあ、これで最後かな。脱出していこう。え、もう来てるんで、脱出しましょうか。さあ、ということで、無事、ハンドガンサプレッサー縛り、クリアとなりました。脱出していこう。まあ、今回最後の周回はね、かなりプレイヤーも倒せて良かったんじゃないでしょうか。はい、というわけで、プレイングの方は終わったんですけど、一応ね、まあそんなにめっちゃ強いわけじゃないけど、今回使用したカスタムだけご紹介していきたいと思います。サイトから、クローネンのミニプロ、リアグリップは FJX の DVF60、マガジン12ラウンド、トリガーアクション、ブリューレンの MG80、マズルが CN30 のサプレッサー、サイトの調整こんな感じ、リアグリップの調整こんな感じ、トリガーアクションの調整こんな感じ、マズルの調整こんな感じになってます。まあね、こういう風にヘッドショットで2発、中距離になってくると3発、って9っていう、まあかなりね、カスタムとしてはそんなに強くないかなって感じなんだけど、まあ何より何を言うんですか、ロマンが最高でしょう。ここまで動画を見てくださりありがとうございます。このチャンネルでは DMZ や脱出シューター、タルコフ系 FPS など様々な動画を投稿していきたいと思います。ぜひためになったと思ったらチャンネル登録、そして高評価コメント、さらに Twitter のフォローよろしくお願いいたします。
ということで、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. GG また見てねー。